はい、いのでですす決まりを守る人って本当に少ないんですよねで自分で決めたルールも守らないし例えば即座塾なら即座塾会社なら会社そこに入ったらそこの掟に従いますっていうの前提で入ってんのに守らないですね私がこういう投資はダメですよってやってもそういう投資をやっちゃうんですよねで一攫千金狙ってもダメですよっつて,ても一攫千金狙いにいっちゃうんですよこれ塾に入っても入んなくても一緒ですね,もうね まあそういう意味でも私は熟費用なんてもういただく必要もないかなと思います。熟成であり熟成じゃないみたいなもんですし。何なんだろうなと思いますよね。本当に弟子だったら言うことを聞いて結果まで言うことを聞くみたいなね、<laughs> ところが求められてもいいんではないかなと思いますけどね。うん。で、振り返ってみるとこの動画を見ていらっしゃる方ね、コピーライティングのスキル身につきました。集客いつでもできますかお金はいつでも集まる。要するにどんな時でも商品が20万30万売れます。ね。 いろいろ考えてみて、一体、お金を稼ぐスキルの何をあなたは持ってるんですかということ。そして、そのお金を稼ぐスキルを持ってるとしても、それはあなたが求めてる報酬の額に一致してますかってことを考えるとね、またちょっと違うかなと思うんですよ。例えば私は書き物をします。何かね、物を書いてお金をいただいてます。だから、自分には力があるんですっていう人もいますけども、それ、あなたが欲しいだけの、そこには所得がそこから得られてますっていうふうに聞くと、 1> 1日働いて5000円ですとか言って、ね、うんはっきり言いますけども自分のスキルが1日5,000円にしかなんないんだったらそれはスキルではないですよだって山ほどいるもんそんな人5,000円じゃなくても4,000円でやりますよって人までいるんで,で3,000円でやりますよって人がいて5,000円もらってる人よもレベルが高いわけですよねだから何かのスキルでお金を得るってことはやっぱり10万円単位のものが自分のスキルの対価としてきちんと提案できるっていうことだと思うんですよ まあいろんな見方あると思いますけども、うん、どんな金額でもお金をもらったらプロなんだよっていうふうなことを言ってねごまかされちゃうんですけどもそう思って悪いってことないんですけどもやっぱりねあのプロのくせに自分の暮らしを賄えるぐらいのお金が稼げないってのはどういうこっちゃっていうのはね一つの言葉として残していきたいかなということこでございます。ルルルルーーを守っていけばルール通りの結果が出るからそっかららそ始めようってことで,すか、ね、で本日は以上です。